っとでかいです。どうなってんの、なんでこんな音でかいって勘弁してよ。音でかくないこれ、ちょっと音切ったよ。何これ大丈夫、これでいっていいの。はい、というわけで、龍が如くの続編を、続編というか龍が如くの、前の続き始めたいと思います。はい、さらいらっしゃい、愛してるさ。音大きいっちゃ大きい、ちょっと大きくないこれ。もう始めます。うるせえ、なんでこんな音でかいんだろう。もう嫌になっちゃうわね、本当に。もうあの本当にもうね、あの嫌になっちゃう。音でかい。本日のログインボーナスです。明日もお待ちしていますね。はい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 、音でかいよな、ごめんね、ごめんね。10日間ログインするとダイヤ1600と SSR がなんとかかんとか、は、単純でこれなんか音聞こえ、え、音聞こえないんだよ。音も消えないし、なんでこれ音消えないの、こういうこと。こういうことじゃない、え、どういうこと、ちょっと待って、これでいいか、これしか音出ないの。タッチで次は聞く、なんとか誰かに似てるな、これ誰かに似てない。タッチで次は峰、峰、あ、早い、峰さん、峰さん、これ何もらったってこと。反ジンギ癖対策峰ひでたか KSR KSR って何だ。 SR は分かるけど何これ。ケツさ、ケツの掟、まあいいや、次は、はいはい、あーいいね、ちょっと静かになったね、いいね。みんな怖いか、大丈夫だよ、サラありがとうね、愛してる。とりあえずこういうのは俺見ない派なんで、そしてガチャを引いてみようか。久しぶりのログインなんだ、ガチャを入れてみる、ガチャね、これやったら本当、ガチャへようこそ。たくさんのいい仲間と出会えるといいね。できないじゃん、スペシャルガチャできないじゃん。とりあえず駆け足で本編に出るから、ね、また来てよね、また来ないよ。とりあえずストーリーいきますね。主人公の名前何だったかな、あ、春日一番、春日一番、主人公春日一番、第一章どん底の一番だったかな、どこを知るんだ。これもさ、
この間1話と2話をやって、あれ3話クリアしてる。1話と2話をやって、なんか3話が炭になってるんだけど、誰かやった？戦闘不能者を出さずにクリア、120秒以内でクリア、コンティニューをせずにクリア。4話をやればいいんだね。これあれおかしいな、3話までさ、あれ俺2話までしかやってない気がするんだけど、誰かやったねえ、誰かやったんじゃない？だって炭になってるんですよ。まあいいや、4話やってみるね。うん、4話やってみようか。3話やってない気がするんだけどな。今回はちょっとこの一番だけだかな、やるとしたら。無駄だ、無駄だ。ああ、無駄。あ、電話か。なんだよ、タケ。はい、もしもし。ああ、いつか俺だ。あ、こっちだった。いちか、俺だ。お疲れ様です。浦瀬さん、お疲れ様です。どうしました？悪いが、今から事務所に来てくれ。え、わかりました、すぐ行きます。なんだ、急な呼び出しなんて。おい、コブ。ああ？急いでる時になんだよ。おい、俺にやったんだってねっか。あ、何言って。ああ、おいおい、こんなとこで茶がぶっぱなしやがって。ああ、もういい、こいつぶっ殺すんだ。なんだってんだよ。はい、サラありがとう。さあ、はい、おっぱじめるか。どうなんだっけ、やり方教えちゃった。あ、これ自動だ、自動。え、あ、なんか撃てる、撃てる、これも撃てる。赤くなったら撃てる。終わった。親父の敵だ、親父の敵だ。何言ってやがんだ、何言ってやがんだ、しらばっくれやがって。うまくいいな。あの世で親父に詫び入れろや。聞く耳なしか。まだある。そんなもんか。そんなもんか。ほら。これがペンの力。今回の人はどういうショーなのかね、ちょっと今のわかんない。たく、ぬるい組の連中何だったんだよ。おやすさん、遅くなりました。悪いな。悪かったな、急に呼び出して。よし。いえ、それよりどうしたんですか。来たね、ただね、最近、呪いの連中が、うち
ちの島に手出してきやがったのを知ってるな。はい、昨日も長江のあんちゃんのところにちょっかいが。とはいえ向こうが登場会では格上だからな、大事にするつもりはなかった。だが今日茶が持った連中に襲われた。え、怪我は大丈夫だったんですか。腕の悪い連中だったからな。ただそれで情が切れちまってな。声高い？そう？サラ、ありがとう。ありがとうっす。愛してるとも。向こうの事務所に返しに行って、室井をやっちまった。びっくり。村井君は登場会の直系だ。その組長をうちの若頭が弾いたとなりゃ、荒川組が登場会に弓引いたとされても仕方ない。そんなや絶縁処分は免れない。登場会という巨大な傘から追放されたら、うちみてえない弱小組織は極道の世界で生きていけねえ、のたれ死にだ。てん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 。今ジョーがしょっぴかれるわけにはいかねえんだ。あ、ちなみに勤めというのは代わりに捕まってくれという意味です。何言ってんですか、おやすさん。俺はずっとこんな日を待ってたんです。おやすさんに恩返しできる日を。10年か20年そこらの無職だし、喜んでやらせてもらいます。それと沢城の頭にありがとうございましたって伝えてくれませんか。へえ、サラかわいいね。サラ、おやすさんやろうなんてバカ野郎、頭がやってなければ俺が殺してました。だからここは俺に格好をつけさせてください。悪いな。イチ、すまねえ。完結かな。あ、これね、なんかね、スマホゲームだけど、なんかね、こういう感じのなんか動画を見たことあるよね。え、これだったのかな。龍が如く女や交流放浪記。行きます。そして春日一番は先月の段階で荒川組から絶縁処分を受けていたことにされた。荒川組とは無関係の人間として、春日は翌日2001年1月、早っ、ぬるぬるぬる、ああ落ちた。これ押してないのに終わっちゃった。24歳、わっけ。
あ、終わった。戦闘不能者を出すにクリア。120秒以内にクリア。カンティニューを出すのにあれやるね。何やる。いじないもの。新しいサブストーリーがあります。一章、どん底の一番をクリアし、課題を達成しました。課題画面で、火器報酬を受け取りましょう。ダイヤ、火器。どこだ？国が解放されました。国。もう24歳の人はつけてるね。ふみ、なんだろう、ふみ。みんないなくなっちゃったじゃん。これは、あなた自身のレジェンド。あ、伝説。あなたは偉大なるファザーに、あ、親父に憧れ、極道の門をパン、あ、叩く。あなたが杯を交わした親父の名は、君の名は。え、好きな親父を選ぼう。そんなことできるの？あなたが所属する国、親父を選択してください。いずれかの国を選択する必要があります。親父にまつわるコレクション、なんか親父にまつわるコレクションって何それ。なんかやだね。マジマグミ、これ何やんだろう。キジマゴロガガガガガなんとか道島。いや、これ絶対登場会でしょ。登場会にいたんだから、登場会にいたんだから登場会でしょ。こっち道島だよ。以下同然です。道島大輝は親父の登場会に入門しました。はい、俺たちはこの町と共に生きてきた。だから世話になったこの町に恩返しがしたいんだ。ダメだよ、サラは長岡組、組に入門したら、わっしょいポイントだって。自動的に溜まっていく。組員の道場なんとかによってわっしょいゲージが溜まると、読んでください。親父をワッショイして親父にまつわるアイテムをゲットしよう。あ、これ全部読めねえ。はい、こんな感じです。組でできること、こんな感じです。意外と、あれ、割と男前じゃないこの人。まずはここから、あ、違う、ワッショイって書いてある右下。ワッショイやってみるよ。来たな。さあ、こういう時ぐらいブレーコーで行こう。ワッショイ、ワッショイ、ワッショイ。何これ、こんなことしてるの？約束の報酬。おい、県外だったっけ？
パッとした感じ。わしゃい、わしゃい、みんなよくやってくれ、みんなよくやってくれた、これからもよろしく頼むぞ。30分は早いのですか。わっしょいわっしょいね、よくわかんないな、ちょっと俺これ俺に向いてないわこのゲーム。どうすればいいのこれ。コレクション、いや戻ろう、とりあえず戻って、はい、こんな感じかね今回はね。ストーリー、うん、そうだね。向いてないな。はい、というわけでね、次回はね、次回があるかどうかわからないんだけど、次回あるかどうかわかんないんだけどさ、じゃあね、あれ？ちょっと待って、一章、これ終わったの？本当に。だって3話やった覚えないよ、マジで。というわけでね、次は、まあ、第2章かな。2章、失われた故郷。ここからやろうかなと思います。はい、というわけでね、サラありがとうね。愛してるよ。はい、というわけでしまいたいと思います。おつりた、あーおつりた、ありがとう、もう愛してる、サラ愛してる。はい、というわけでおつりた、ハンデメタメタ、ごっちょでごいっすよ。またね。